つなぐ MooTube、 つなぎ役は私みーこです。よろしくお願いします。そして注ぎ役は月刊ムー三上編集長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、3月3日収録日、今日はひな祭りです、うん、はい、ね、ひな祭り、なんかひな祭りって感じじゃない？なんかね、あれだから世間的にもなんか、ね、私多分やっぱりあれですよね、男性女性とこう区別する感じがダメなのかな。何その LGBTQ 法案みたいなだってもう今だって女、だって昔までは女の子のセックですってなんか聞かなくないですか？そういうあれなんか忖度あるのかね。そうだからなんか、まあ、子供が少なくなってるっていうのもまあね、あんのかもしれないけどね、子供がね減ってるっていうのはね。ひな祭り、うん、あれだから逆にするとか、な、何をだから、あ、こうあるんじゃねえの、あの新宿2丁目的にとか。2丁目的にこの、あ、じゃあ首を取って、あのお代理様が女装して、うんうん、おひな様がひげ生やしてるみたいな。あ、もうね、そういうこう入れ替えの、あの扇ぐらいだったらね、あの尺と、ね、ピッて入れ替えもできそうですけど、ありなんじゃない、これからは。これからはだからもうなんかユニセックスな感じで、どっちもお着物でもいいし、どっちもこうエボシでもいいみたい、ね、だからあのおひな様おひな様とかね、お代理様お代理様のなんかあってもいいっていうなるのかな。これどうなんでしょうね、昔からのそのなんか習わしというか、まあね、伝統っていうのは伝統だけども、でもこういうのもありなんじゃないのっていう。え、じゃあ これから買うと洗濯可能、洗濯可能、おひな様おひな様もうお代理様お代理様の、そうですよね、それいいんじゃないの。ひな人形 業界に、そうそうそう、ね、そのフェニミスト、もうあるのかな、ひょっとしたらフェニミストな皆さん、フェミンの方なのどうなんだろう、なんか物申し、難しいよね、うん、その辺は ね、難しいところですけど、いやあんのかな、うん、考えてなかったけどそれありです ね、うん、本当にこうお代理様お代理様って、そうですね、お姫様お姫様で、よく含めると中身が入れ替わってるとかそう、お代理様がこう口紅つけてるとか、でも実はそのままおひな様がこうひげ生やしてる、生やしてるとかね、あとはそのまんまなんだけど気持ちはお代理様、気持ち見えねえからなここはな、人形としてはそこは今大事じゃない、よくニュースでやってるじゃない、それ心は、心を人形として表現できたらそれのすごいよね、なんかねちょっとこうなよっとしてるとかそうそうそう、ちょっとこれをこうピュッとなんか肩幅がガッとなってるね、お姫様そうですね、ありですよね、いやありだと思うよ、なんか今そんな、そのうちのあれこういうふうなあのね、妊婦さんがつけてるようなこう、うん、あれね、あ、自分はこうですっていうなんかどうなんでしょうね、そういうのって心にこう、ほらだってさ結構銭湯とかさ温泉だとかさ、うん、トイレだとか問題になってるわけでしょ、これはつけてればいいとか、でも、まあ、そんな解決にはならねえか、そうすると難しいな、ね、じゃあこう編集長のようなね雰囲気で女子風呂に入って、いいよこれでね、入ってきたら私はちょっとすいませんちょっとすいません、あ、差別主義者だ差別主義者だそうなるらしいですよね、難しい問題、難しいから話変えましょうよ、ね、そういう問題はね、もう、まあ、政府に任せるとして、政府に任せるとして、なんか今月なんかすごくなかったですか、なんか荒れてるね、すごコオロギ、コオロギね、そっち、そっち行きます、コオロギがダメだったら、あんなに、え、もうすでにそういうパンとかスナックあるのね、あるらしいですよ、知らなかった知らなかった、なんかヨーロッパの方ではなんかもう混ぜるのが義務みたいな噂もあったりとか、ね、なんか義務とかさ必ずやれとかさ、給食に入るとか、もう大体ね、あの嫌なんだなだからさ、もう強制じゃん、強制されるの、うん、もう嫌い、うちのお母さんはあのイナゴ食べる、イナゴいいだろ、イナゴね、イナゴの使いとかさ、岩手県民なんだけど、青森はどうなんですか、 あったよ、いわゆるこの本家の方行くとリンゴ農家で田んぼもあったから、うん、やっぱりイナゴ
で佃煮してたよね。お仮面ライダーだみたいな。佃煮になっちゃうとなんかこうほらあのなんていうのちょっと、うん、ねちょっとして硬くなってるから、うん、あれね。まあエビだと思えばとカニとか思えばとかね。あ佃煮のこのちょっと煮干しの、うんうん、なんと思えばみたいな。わわわわわだって結局佃煮の味しかしないからさ。そう味はね、うん、味はいいんですよ。辺野古ってあの蜂の子もねあの長野とかね。そうそう。これ一瓶結構6,000円、うん、7,000円とか結構すんだよね。以前いただいたことあってご飯に食べると、ね、結構美味しいんですけど後味が漢方なんですよね。ふわっとなんかね漢方する。なんかクリーミーな味すんだよね、うん、あの幼虫系って。あーそうなんか幼虫はまださまだっつうか成虫になると仮面ライダーじゃん。外骨格にこう硬い骨格で、そうですね、足がねあの歯に挟まるみたいな。足がねでも足昆虫嫌いは足ぐらいしか食べれない。幼虫はこうだスズメバチの幼虫でかいやつ。オオスズメバチの幼虫こんなだったりするからね。うんこうなってくるとカミキリの幼虫とかこんなね。うんねナスディなんかこういっぱい食べてくるね、こう来るね。ジャングル行ってこう。まあねあれもまあ味という意味では美味しい、うんうんうん、まあこうカミキリは食べたことないけどらしいんだよね、なんかねクリーミーな。まあもう食べるのはグラタンみたいな感じ。グラタンね。そうですね、まあ、だから昆虫食の人いるじゃない、うん、あの知り合いのでも何人かいて昆虫食ってね昆虫食の本作りませんかとも言われたりです、うん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 、昆虫食を売りにしてる姉ちゃんとかいたからね。虫惑わせるとかね。だって本当にすごい名前だもん。あ虫くんな。まあ、時代が彼女の時代が来たわけです、ね、持っていくんだよ。なんかクッキーでさサソリクッキーとかさクンプサソリか、まあ、サソリか、まあ、サソリはこうまあまあまあロブスターとしとこうか。ロブスター、ロブスター、ね、ギリギリロブスターかな、うん、でゴキブリかよみたいな、ね、マダガスカルゴキブリこんなでかいのよ、ね、羽のこんな、しかもタッパに入れてきやがってさ、生きてんじゃねえかよみたいな。おーいみたいな。あーい、え生ですか。いや食わねえよ。いかがですかって言うんですよ。いやもうせめてこうぺちゃんこにするとかせんべいに入れてるとかさ。そうですね、こなんか料理原型が分かんない。料理してもまだなんかいけるけど、もっとなんか違う食べ物あるんじゃないかなと思って、ね、確かにね。そうなんですよ、ね、あの畜産のね、うん、今なんかこう子牛と1,000円とそんなにで取引みたいなの成り立ってないわけでしょ、うん、で1頭減らすごとに補助金があって、それ、うん、誰に言われたの。そう誰誰に言われたの。そうこの大体ねあの分かってんだよ、あの畜産の牛とかさ、はい、あのだって日本のさ牛肉ってさ高級じゃない、うん、アメリカのアメリカって言ってたアメリカの牛肉とかさまずいじゃん、うん、アメリカであの牛肉食べたことある？ないです。ビーフジャーキーはいいよ、うん、ビーフジャーキーにしまえばこう、うんうんね、まあそれこそビールのつまみもいいんだけど、うんうん、ステーキくそまずいもんね、うん、あーなんかね違う国のやつで、でもなんかもうアメリカ人はこれで納得してんのかみたいな。納得で言いながらそのアメリカ人が日本に来て日本の牛肉の和牛の牛肉食べると、うん、アメリカ人がトレビアン言っちゃう。トレビアン言っちゃう。いやうまいだろみたいなさ。だからあれなんだよ、だから常にあれだよ、うん、ね、オージービーフじゃねえからアメリカの牛肉を輸入しろと、うん、言われてんだよきっと。日米合同委員会かなんか知らねえけどさ。出た出た今、うん、そうそうそう今ね今ちょっとね某国会議員がね、うん、ね国会でね質問したらねあれ殺されるぞやっぱりやっちまったなみたいな。日米合同委員会あの勇気は買うけどね。無知から彼のなんかその政治信条には、うん、まあまあほとんど NG だけど、いやよくやったなみたいな。
すげえなみたいな、ね、ダメらしいですからね。いや本当だよ、これで暗殺されたらびっくりだけどねやっぱりそうなんだみたいなね。暗殺といえばね、あのなんかあの某有名なあの団体の長がお亡くなりになって、息子さんが僕が、あクライアント様あのクライアントAD とか、まあそういうね、出版社も持ってらっしゃる、ね、うん、そうなんですね、同業ではありますけどね。なんでね、映画とかね、うんうん、映画とかアニメとか、アニメとかがね、なんでちょっとご長男の方が ね、まあ、ね僕どんな人であれお亡くなりになったっていう人はやっぱりね、それはそれなりの尊厳を持ってですね、うん、それはお悔やみ申し上げますみたいな、うん、ありますけど ね、 なんでね、自分が暗殺されたらとかツイッターに書いてらっしゃったので、ちょっとドキドキしちゃったり。いや分かんないね、世の中ね、うん、そりゃそうだよ、うん、そんなの陰謀論だ、陰謀論だとか言いながらね、うん、この間もあれじゃん、アメリカ FBI が、はい、コロナウイルスを中国の武漢の研究所から流出した、うん、また言っちゃいました ね、 ね、うん、あれは陰謀だ陰謀だってあれだけ言ったのに、うん、当局が認めてますけど、そうなんだよ。だからね、こうネットとかなんかのさ、マスコミとかさ、陰謀論だ陰謀論だってね、こうレッテル貼ってるところ、うん、あれだね、逆張りだよやっぱりね。あのなんとなくこう嘘だと言って出てきたやつは多分ガチです。世の中でひっくり返ってんだよね、うん、やっぱり本当っぽいところと、いかにも本当だっていうのは大体に偽装されてんだよ。うん、食品偽装とかさ、そんなもんね毎回言うけれども、はい、クラスで一番のいい子ちゃんで、はいはいはい、ね、先生のもね本当に評価が高いのは裏で何かやってるよじゃあ そのクラスでね、うん、ちょっとねこう車に構えて、うん、あ先輩やとか言ってるやつが意外にね裏でね、あの猫可愛がってたりとか、猫可愛がってたりニュンゴルニュンとか、なんか石譲ったりね、そうね、そういうもんだぜ。そうです、表に騙されるのですね。そうです、そんな、まあ、そのためにムーがあるからね世の中の常識のアンチテーゼがもうムーだから ね、はい、もうね、もうムーを読んできゃ迷わない、はい、今月もぜひお読みいただければと思いましてもうなんかね、はい、最近さ、こういうなんか世間話でさ、いいんじゃねもう今月号の紹介なんかいいからさ、それね、あの毎回言ってんだけどな、それ尖ってないんですよ、丸くなってきたんじゃないんですか。嘘尖りたいって言ってたのに尖ってた、なんでなんで焼きが回ったなみたいな丸くなっちゃったんじゃない、回るよ、いくらでも回る回る回る、もう時代も回るんだからもう